はい、プレボルドマヤ求人です。2023年西武第1位戦力外16選手発表ということでございまして、はい、今日ですね、西武の戦力外発表されました。まあ見てわかる通りかなり多いですね。で、西武に関してもおそらくね、昨日のロッテと同じで育成再契約組もね混じっているっていうところなんで、ちょっとね、誰が戦力外か育成再契約かっていうところ分かりにくいんですが、まあまあその辺も含めてお話していきたいと思います。で、あとね、やっぱ人数かなり多いんで一個一個ね短くお話していきたいと思います。どの選手が戦力外かというところ見ていきましょう。はい、まず一人目は久門勝彦選手、プロ11年目、出身地は高知県、1992年3月4日まで31歳、173センチ83キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちの選手です。2012年ドラフト4位指名で、初めは巨人に入団、今年俸は3600万円、昨年は4050万円ということになっております。大阪ガスから巨人に入団、2016年オフに日本ハムにまずトレードで、21年8月に日本ハムから西武にトレードと2回ねトレードを経験しております。で、今季は1軍で7登板で 4.2イニング、1勝1敗、防御率が 9.64 で、2軍では23登板で 24.2イニング、3勝1敗、防御率 1.82 ということで、はい、今季はね振るわなかった久門選手、まあただ2軍ではそれなりにいいっていうところと、あと西武ね、左ピッチャーがちょっと全然いないよっていうところもあるんで、まあ、まだ切られないんじゃないかなっていうふうには個人的には思っておりましたが、リリースというところでございました。で、久保選手に関してはどうやら今シーズン限りで引退というところになるらしいので、プロ野球界から身を引くというところになっております。では続いて見ていきましょう。はい、続いて2人目は森脇亮介選手、プロ5年目、出身地は京都府、1992年7月13日まで31歳、175センチ70キロ、ポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手です。森脇選手はですね、2018年ドラフト6位指名で西武に入団、今季年俸は4000万円ということになっております。はい、森脇選手は即戦力のリリーバーとして活躍してくれている選手でございまして、今季もね1軍では31登板 27.2イニング、2勝1敗、12ホールド3セーブ、防御率 1.95、 しっかり西武のリリーフ陣というところを支えておりました。で、2軍戦でも登板なしということで、まあただ8月8日に手術を受けたことが発表されまして、まあ実戦復帰まで約8から10ヶ月という発表がありました。まあそれもあってですね、今回リリースで、まあ当然育成再契約になる予定というところみたいなんで、まあ育成でゆっくりねリハビリに集中するということになっております。では続いていきましょう。はい、続いて張薬選手、プロ7年目、出身地は台湾、1994年2月26日まで29歳、182センチ86キロ、ポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手です。張選手は2016年育成ドラフト1位指名で、最初はオリックスに入団、今後年俸は1200万円ということになっております。育成はじめ野手で入ってきた台湾人の選手でございまして、投手に転向、それがハマって1軍でもね投げてはおりましたが、ただね去年のオフ、森選手の人的補償で西武に移籍、即戦力として活躍を期待されておりましたが、1軍では5登板で5イニング、防御率が 9.00、 2軍でも5登板で5イニング、防御率が 3.60 ということになっておりまして、まあ1軍2軍合わせてもねほとんどこう投げれていないというところでございます。ちょっとこう怪我があったっていうところではあるらしいので、期待にね応えられなかったっていうところもあるんですが、で、張選手に関してはね、どうやらこう現役続行の意思はあるっていうところをですね表明しておりますので、まあ今後でどうなってくるのかと。では続いていきましょう。はい、続いて4人目は佐々木健選手、プロ3年目、出身地は青森県、1996年5月13日まで27歳、179センチ87キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちのサウスポーです。2020年ドラフト2位指名で、今季年俸は2000万円ということになっております。はい、佐々木選手はね即戦力のピッチャーとして入ってきて、去年ね37試合に登板、そして今季も21登板で 20.2イニング、0勝1敗、4ホールド、防御率 0.87 ということで、左のリリーバーとして活躍しておりました。で、2軍戦でもね11登板で12イニング、防御率 0.00 と、まあ1軍2軍ともにね素晴らしい活躍でありましたが、ただ佐々木選手も怪我で離脱、トミー・ジョン手術を受けたことが発表されておりましたので、それもあって今回戦力外で、彼もね森脇選手と同じく育成再契約になる予定というところでございます。まあやっぱ左ピッチャー少ない西武、早い段階で戻ってきていただきたいなっていうふうには思いますが、では続いていきましょう。はい、続いて5人目は井上弘樹選手、プロ4年目、出身地は神奈川県、2001年7月17日生まれ22歳、180センチ84キロ、ポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2019年ドラフト6位指名の選手で、今季年俸は540万円、日大三高からプロに入ってきた井上選手、2021年に1軍で1登板はあったんですが、今季もね1軍で登板はなく、
2軍では24登板 25.1 イニング1勝1敗防御率が 4.62 ということになっております。2軍でも結果残しておらず今回戦力外ということになりました。まあただ井上選手に関してはプロ4年目、高卒4年目っていうところであります。基本的に西武はね5年は高卒は見るっていうところもありますので、彼に関してはね育成再契約の可能性もあるのかなっていうふうには言われております。まあやっぱ西武3軍制を導入しているっていうところもあるんで、割と育成落ちは多いんじゃないかっていうふうにも言われておりました。まあ可能性はある選手の一人かなっていうところでございますが、はい、では続いていきましょう。はい、続いて6人目、斉藤雅人選手、プロ6年目、出身地は北海道、1995年8月7日生まれ、28歳、180cm、86キロ、ポジションはキャッチャー、右投げ左打ちの選手です。2017年育成ドラフト2位指名の選手で、今季年俸は580万円ということになっております。2019年に試合化登録、去年一昨年と1試合のみの負傷でございましたが、今季もね1試合には出ていたんですが打席には立っておりません。2軍でもね打率が2割2分7厘 OPS 0.674 ということで、まあそこまでね出番っていうのも回ってきていなかったよっていうところもあるので、まあ今回ね戦力外というところでございます。まあやはりキャッチャーで言うと頭数っていうのはダブついてはいるんですよね。岡田選手もね怪我から戻ってきますし、若手のね台頭っていうのもありましたので、まあキャッチャー誰かしら切ってくるんじゃないかっていうのも言われておりました。まあさらにドラフトでキャッチャーを取るみたいなことも言われておりますので、まあであればね斉藤選手がリリースという形になってしまうのかなっていうふうには思いますが、はい、では続いていきましょう。はい、では支配下の最後ですね、中山聖吾選手、プロ2年目、出身地は栃木県、1999年5月9日生まれ、24歳、190cm 98kg、ポジションは内野、右投げ左打ちの選手です。2021年ドラフト6位指名の選手で、今季年俸は700万円、白鴎大からね指名された中山選手、打てる内野手として期待されておりましたが、ただなかなかね活躍できず1軍には支障がありません。2軍でも今年は79打席で打率が1割8分7厘 OPS 0.468 と、まあなかなか結果が残していない。去年もねこのくらいの数字ではありましたので、まあやはりこう2年連続大卒でこれっていうのは厳しいなと。まあただプロ2年目っていう立場ではあるんで、まあこのままね育成落ちなしで切られてしまうのであれば、西武としては割とね異例かなというか、あんまりねないパターンかなっていうふうには思いますので、どうなのかなと。まあ三軍戦も導入しましたので頭数的にね置いといてもいい気はするんですが、まあそのまま切られてしまう可能性もあるだけにどうなるのかなと。はい、では試合以下は以上です。続いて育成ですね、見ていきましょう。はい、では育成ですね、斉藤弘正選手、プロ6年目、出身地は東京都、1995年6月3日生まれ、28歳、178cm 80kg、ポジションはピッチャーで左投げ左打ちの選手でございます。2017年ドラフト1指名ドラ1の選手です。今季年俸は500万円、トミー・ジョン手術があって育成落ち、そこから復帰っていうところではあるんですが、今季は2軍で40登板 43.1イニング、3勝4敗、防御率が 2.70、 KBB が 3.00 ということで、まあドラフト1位のだけあってねしっかりといい成績残しております。まあ年齢28歳というところではあるんですが、まあまあやっぱ来シーズンですねしっかりと試合がにっていうところではあるとは思うんで、まあ再契約の可能性はねかなり高いのかなというふうに思います。まあ1年1年契約更新というところもあったんで、今回は自由契約でございましたが、まあ来期ね契約はありそうな感じはいたしますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて阿波津海斗選手、プロ5年目、出身地は山形県、1997年3月1日生まれ、26歳、180cm 88kg、ポジションはピッチャーで右投げ右打ち。2018年ドラフト4位指名、彼も試合下での入団、今季年俸530万円。はい、この阿波津選手もトミー・ジョン手術を受けて現在ね試合が復帰を目指しております。2軍では30登板 55.1 イニング2勝3敗1セーブ、防御率 1.95 ということで、まあまずまずの成績をね残しておりますので、まあやはり彼もね再契約の可能性は斉藤選手と同様高いのかなっていうふうには思います。まあ3軍戦もねやっているっていう立場ではあるんで、やはりこう人員は多い方がいいんで、まあ当然ね契約っていうところではないでしょうか。はい、続いて伊藤翔選手、プロ6年目、出身地は千葉県、1999年2月10日生まれ、24歳、177cm 78kg、ポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2017年ドラフト3位指名の選手で、彼も試合下で指名、今季年俸は530万円で、彼もトミー・ジョン組というところでございまして、今季成績は30登板で 38.12 2勝0敗、防御率 3.76 ということで、まずまずの成績。まあ年齢もねまだまだ若いっていうところもあるんで、まあ来季ですね再契約の可能性は彼もあるんじゃないかなっていうふうには思いますが、では続いていきましょう。はい、続いて上間斗亜選手、プロ4年目、出身地は沖縄、2001年1月31日まで、22歳、 180cm 82kg、 ポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2019年ドラフト7位指名、
今季年俸は500万円ということになっております。まあ彼もね、またもやトミー・ジョン組、今季2軍成績は3登板で 12.2 イニング、1勝2敗、防御率 9.95 ということになっております。はい、まあね、成績的には若干厳しいんですが、まあただこうトミー・ジョンから復帰してきたっていうところもあるんで、まあプロ4年目、年齢も22歳っていうところもあるんで、もう1年ね、見てもおかしくないかなっていうふうには思いますが、まあどうなのかなと。では続いていきましょう。はい、続いて出井俊宏選手、プロ4年目、出身地は栃木県、1997年4月29日まで26歳、185センチ、80キロ、ポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2019年育成ドラフト1位指名の選手で、から育成の選手ですね。今季年俸は400万円、2軍では20登板35イニング3勝2敗、防御率が 3.86 ということになっております。はい、まあ彼もトミー・ジョン組っていうところでございます。まあただね、彼は去年から復帰しておりまして、今年がまあ復帰2年目、まあもう1年ね、見たいところではあるんですが、まあ育成指名っていう立場ではあったんで、その辺がね、どう判断されるかっていうところはありますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて牧野翔也選手、プロ5年目、出身地は石川県、2001年3月4日まで22歳、178センチ80キロ、ポジションはキャッチャーで右投げ左打ちの選手です。2018年ドラフト5位指名で西武に入団、今季年俸は740万円ということになっております。はい、この牧野選手も野手でありながらトミー・ジョン手術を受けて、今季は育成契約、2軍では復帰して126打席で25安打2ホーマー、打率2割2分1厘、OPS 0.613 ということで、まあまあまずまずの成績っていうところではあります。まあ順調に来ているっていうところもありますし、来季は試合が復帰を狙えるかなっていうふうに思います。まあなので、再契約はかなり濃厚にはなってくるんではないでしょうか。まあほぼ確定と言っていいぐらいね、育成での再契約っていうところはあるんではないでしょうか。では続いていきましょう。はい、続いてはジョセフ選手、プロ3年目、出身地は三重県、1999年3月24日まで24歳、175センチ88キロ、ポジションは外野、右投げ両打ちの選手です。2020年育成ドラフト3位指名の選手で、今季年俸は400万円ということになっております。はい、3年目のね、今季は2軍では34打席で5安打、打率が1割7分2厘、OPS 0.491 ということで、まああまりね、2軍では出番がなく、主に3軍で出ておりました。まあ今年でね、3年目契約切れのタイミングというところでございます。まあ成績的にはね、そこまで良くはないんですが、まあただね、こう3軍の頭数とか考えれば、再契約の可能性もね、ゼロではないのかなっていうふうには思いますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いてコドラド選手、来日2年目、出身地はベネズエラ、1997年9月12日まで26歳、193センチ102キロ、ポジションは外野、右投げ右打ちの選手です。2014年アマチュア FA で MLB 入り、そこから西武に来て、今季年俸は400万円、2軍では11打席で3安打、打率が3割、OPS が 0.664 ということで、まあ、彼もね、2軍であまり主張っていうのがありませんでした。で、今回まあ2年目のね、タイミングでリリースというところではありますので、まあおそらくね、契約は更新せずっていうところなんでしょう。まあ3年目だと、助っ人でもね、1回リリースの必要があるんですが、2年目だと特にいらない。まあそれでリリースとなればね、戦力外っていうところでいいんではないでしょうか。じゃ次が最後ですね、見ていきましょう。はい、じゃあ最後、ヘレラ、来日2年目、出身地はコロンビア。1998年1月1日まで25歳、198センチ91キロ、ポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2014年アマチュア FA で MLB 入り、今季年俸は400万円。はい、ヘレラも来日2年目の選手でございまして、去年ね、そこそこいい成績残しておりまして、今季はね、試合か昇格が期待されておりました。ただ2軍では9登板で52イニング2勝4敗防御率が 3.29 ということで、はい、まあ、決して悪くはないんですが、めちゃくちゃいい成績でもないと、まあ、試合かに上げてくるっていうところではなかったんで、まあ、今回リリースで、彼もですね、2年目なので契約は更新せずっていうところになってくるんではないでしょうか。まあ、期待されていた選手なんですが、まあ、2年目でね、惜しくもリリースということでございます。はい、最後のようにまとめて終わりましょう。はい、ではまとめていきましょう。今日見ていった戦力外選手一覧は、試合が5選手、育成9選手、育成再契約確定が2選手ということになっております。計16選手が発表と、まあ、がっつり切ってきた西武でございますが、まあただね、試合がからは7選手で、2人が育成確定で、もうちょっとね、多分育成落ちっていうところになってくるのかなっていうふうに思いますので、そこまで実は切ってはいないと。ということは、まあ第2次でもね、割とリリースの可能性はドラフト次第ではあるのかなっていうふうには思いますし、まあこれでね、終わりではないのかなっていうふうには感じますが、はい、というわけで今日は以上でございます。よければね、コメントといただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。